ドトールですけれども、なんか変なこのポニーですね。やっぱりこう究極ですね。なんかフィリピン人と東南アジア人の遊び場所になってしまいました。ただ遊んでるんですよね、フジテレビ経由で。今日はこういう撮っていると隠れます。先ほどまでいたんですけれども、中国人に押し付けて、中国系の人と韓国人に押し付けて、隠れてしまいますね。本当にずる賢いですね。でよくこのエリアに泊まってるんですけれども、今日は私が先から撮っているので、建物の中に隠れていますね。この辺りの。それで、ここの、古い、まあ、ここですね。ここはドトールで、ここの古い、マンションなんですけれども、TBS が、1983年に、上空のヘリコプターでライブをしながら、ここから3人の子供を落として、これ大和銀行だったんですけれども、3人の子供を落として、母親も最後飛び降りたっていう、ここの場所ですね。このグリーンのサイゼリヤのある入り口の前ですね。当時血だまりがすごくて大変でした。で、こうやってリポートしてるとですね、東南アジア系とかフィリピン系とか隠れるんですね、こういう建物の中に。当時からテレビ関係で増えた人なんですけれども、本当に嫌な感じですよね。IT とかに多いですね、Google とか。どうしようもないと思うんですけれども、なんか東西線の行徳駅がこういう感じですね。なんかこの人たちはその演じてないとその助からないと思ってるのか、遊んでるんですよね。ただで今ムクドリがいなくなったので、多分埼玉の方に行ってると思うんですけれども、どこに行ったんでしょうか。不思議ですね。でこの時間ですからほとんど人がいないんですけれども、先ほどまではですね、ドン・キホーテの中とか、このガストとか、この辺りでたむろしてたんですけれども、マクドナルドは、ドトールの横のマクドナルドは24時間でやってますけれども、今日はその隠れてしまいました。ドン・キホーテとかすごいんですよね。東南アジア系とかベトナム系とか、地元の人が何もできないんですよ。特に林さんの件があった後は、なんでこんなに増えたんだろうっていう感じで、もともと TBS とかテレビ関係は、フジテレビとか TO3 なんかは、ものすごかったんですね。今もすごいですけれども、なんでこの人たちはこうやってヒルトンとか、お台場のグランド日光とかで遊んでるんだろうと思います。ここは真面目な韓国人の薬局ですね。白系ので、黒い人がダメなんですけれども、濁った人とかアメリカのその通訳に多いんですよね。それでこの街をですね、この街を仕切ってはそのカモネギ商店街、なんかこういう変な東南アジア系のネーミングをつけて価値を落としてるんですね、この日本の。で子供の頃はその何もなかったんですけど、70年代までは何もなかったんですけれども、だいぶこういう一応彼らの中では